本日はここ最近で立て続けに炎上を繰り返している西谷大成選手が自身の SNS を更新し、その中で気になる発言をしているので、そちらについてまとめていきます。西谷大成選手は9月17日の深夜、突如 X にて、俺は雅人と試合がしたい、絶対に勝てる、雑魚がなどと投稿し、師匠の朝倉未来選手とも関わりを持つ K-1 の大レジェンド雅人氏に対して雑魚呼ばわりし、ブレイキングダウンで戦いたいと衝撃すぎる宣戦布告を行っておりました。さらに西谷大成選手の先輩でもある白川陸斗選手は、ライジン44の試合後、ヒロや日誌チャンネルに出演し、その中で西谷大成選手に対して、俺とヒロヤ君は試合前から試合に向けてずっと一緒に練習をしてきたからな、追い込みのミッド役見技も俺とヒロヤ君でずっと一緒にやってきた、ヒロヤ君に西谷君も練習に来るように言ってって言ったりもしてたけど、結局西谷君は来なかったな、カスやなあいつ、などと発言し、2年ぶりの復帰戦となる自身の練習に西谷大成選手が付き合ってくれなかったことを暴露すると、この発言に対してヒロヤ選手は、これからは仲間との支え合いをトライフォース全員が心の中に秘めておくというか、大事にしていった方がいいと思う、自分の試合に対する追い込みだけじゃなくて、自分の試合が終わったら次の試合の人の練習に付き合う、自分の試合が終わってがっつりオフの期間に入ってしまうと、どうしても他のみんながうまく練習ができんのかなと思ってしまうし、などと発言し、今後は自分だけの練習だけではなく、仲間同士で助け合っていくことが大切だと西谷大成選手に対してアドバイスを行っております。さらにこの翌日、朝倉未来 YouTube チャンネルのクルーでもあるたくま氏は X にて、西谷はライジン44の SRS のチケット買ってあげたけど会場来なかったから、誰かボコしてください、格闘技なめてます、ヒロヤ君は10月1日に試合を控えながらもしっかりリクト君を応援して声からして、めちゃくちゃ悔しそうに帰っていった、西谷と太田とジョリーは最近マジ押せない、ヒロヤ君とアーセンと芦沢は激推しと投稿し、ライジン44にて西谷大成選手に SRS 席を用意するも、会場には来ず白川陸斗選手の応援もしなかったと怒りをあらわにするコメントを残しております。この一連の流れにファンの中では、確かに西谷さんとジョリーさんは口だけ番長感があって伸びしろがなさそうで、私も全く同感です、たくまくん同感です、ニッシーのインスタを見てて格闘技をしてるところが全く感じられず心配してました、スポンサーさんに失礼ですよね、それに比べてヒロヤくんは謙虚で地道に練習してて応援したくなります、最近の西谷くんが本当にジョリー化してるのがものすごく気になってました、先輩の応援にも来ないなんて変な方向に進みませんように、など西谷大成選手に対して批判的な声が多く寄せられる事態となっておりました。そんな中、西谷大成選手はこの騒動の直後、自身のインスタグラムを更新し、その中で、嫌なことは海に流して一度まっさらにして、また積み上げて山にしていこう、そう思えた一日でした、これから津波を起こせるように頑張る、などと投稿し、自身に対する批判的な声は海に流すとも取れる発言を行っております。さらに西谷大成選手はこの同時刻 X にて、炎上のきっかけとなった X を消去し、 X をやめるとも取れる行動を行っております。この西谷大成選手の投稿に対して、ファンからの悩みや苦悩は本人にしかわからないから、しっかりと癒されてきてねとの投稿に対して、誰も何もわからないんです、たくまさんさえわかってないとアンサーを返し、さらにはいろんなことがあるけど応援してます、まだまだ登ってみせてくださいとの投稿に対して、炎上しすぎて格闘技どころじゃないです、まず火消しから頑張ります
などとアンサーを返し、自身の批判をしてきたたくま氏は、自分のことを分かってくれていない、炎上しすぎて格闘技どころではないとネガティブとも取れる発言を行っております。注目の集まる西谷大成選手の今後の行方はどうなるのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。